はい。じゃあ続いて、はい、胸。胸。最後ね。胸。だから、胸が興味あるんだったらとか、うん、ドリアン少年の PV 見てって。そう。そんだけ胸言いたいなら、もうドリアン少年を見てください。うん、イエーイ。あと、パンツ直すシーンとかもあるもんな。あ、そうね。あれね、食い込みパンツ、ね。そう、私パンツ思いっきり直してた。マジで、うん、真っピンクのやつ。面白い。ちょっと見よう、あれも振り付けねえんですよ、本当に。さ、なんかその、プリプリお尻のね、うん、水着のお尻をね見ると私、うん、あのタモリクラブのあのオープニングが浮かぶんです。知ってる？知らん。なんかあの水着のね、うん、こう人たちがねこうやって、うん、ちょっとラジオ伝わんないから。またそれが、ね、思いついちゃって、その時ちょっとずっと思ってた。そうミュージックビデオの時。なるほど、ね、それイメージしてやってますから。ぜひ確認してください。はい、じゃあ胸についての無茶ぶりトークはここまで。来週は胸がつく言葉でトークしまーす。はーい。はい。